はい、こんにちは。幅雄一です。よろしくお願いします。幅雄一、幅キットカット。なんでもないですよ。何も言ってませんから、今。はい、早速なんですけど、今日はですね、ショート動画で2、3回は出したと思うんですけど、灰色アマガエル。自分このね、30センチぐらいの水槽にね、3匹飼ってるんですけれども、今日はこの灰色アマガエルの注意点。まあ、これだけ言ってね、ちょっと終わりにしたいと思います。はい、ちょっと短い動画になりますけれども、アマガエルってだけあってね、日本のアマガエルとあんま変わんないですね。大きさも近いし、うん、見た目もね、色だけですかね。うん。日本のアマガエルみたいに緑からね、灰色っぽくなったり黒っぽくなったりっていうのはないですよね。この灰色のまんまです。薄いか、うん、ちょっと白っぽくなるとか、濃くなるぐらいですかね。うん。で、この灰色アマガエルね、皆さん飼ってると思うんですけど、皆さん気をつけてますか？ね、これから飼おうっていう人もね、本当に気をつけてください、これ。ですね、まあ、自分もこれギリギリなんだとは思うんですけど、この狭さに3匹、狭いところでね、複数、飼うとですね、実はこの灰色アマガエルね、毒性がすごい強いんですよ。アマガエルのくせに。かなり強めなんですよね。うん。まあなんかそれをね、思わせるこの、足のこの付け根の部分とかね、色黄色いんですよね。ちょっと濃い黄色なんですよ。うん。毒ちょっと意外と強めですよ、みたいな色してるんですよね。で、何を気をつけるかっていうと、複数飼育。この狭いところでね、喧嘩が起きたり、まあ何が起きるかわかんないですけど、それでね、いっぱい飼って、例えばこの30センチに10匹とか15匹とか詰め込んでですね、それでも飼えることは飼えますよ。うん。簡単ですからね。飼育も簡単で、餌もよく食べるし。ただ、喧嘩した場合に、毒をね、ちょっと分泌しちゃって、何匹か。何が起きると思います？何が危険だと思いますか？これ。あれですよ、あれ。水入れですよね。これはね、ほんと気をつけないといけない。うん。水の中に毒超溜まるんすよ。危険でしょ？いや、マジだからこれ。あ、ちょっとペル君ちょっとそっち行って。ペル君危ない。まあ、アマガエルなんで水入れを置く人と、まあ、下全部ね、水張っちゃう人と、いろいろいると思うんですけど、喧嘩することでその水の中に毒がいっぱいになるんですよね。ああ、怖いでしょ？なので、気をつけるのは、水。複数飼育による水入れの中ですね。うん。ほんと危険です。はい。で、さらにその注意点ってことで、あれですよ。いっぱい、他の種類、カエル飼ってる方、カエルじゃなくてもイモリとか、いっぱいこう水槽何個か置いてある人、灰色アマガエルもし飼ってたら最後に掃除するって感じですかね。うん。万が一どっかに毒ついちゃってってやると、まずいんでね。で、いろいろ掃除、まあなんか掃除の日だなんつってね、いろいろやって、最後に灰色アマガエルをしっかりね、手袋をつけて掃除するって感じですね。はい。自分もさっきね、水入れ替えたんですけど、リスにね、噛まれたばっかだったんでね、手袋をつけてね、今掃除しました。マジだから。怖いから。うん。そっからね、傷口から毒入っちゃったりしたらね、まずいんでね。はい。ってことで、これから飼おうとしてる人ね。まあ、カエルほとんどそうなんですけど、強めのカエルはね、毒強めのカエルは危険ですね。はい。ただね、これ可愛いんですよ。餌もよく食べるし、食べるし。いるな、ここにな。一匹いたね。ちょっと餌あげてみましょうか。ね。はい。はい。はい、お前で。お前。ほら。おー、食べる食べる食べる。すごい食べてる。次どこにいる？
あれ天井付近にいますね、2匹目ね。天井付近にね、ちょっと逃げちゃいそう、危ない。こっち隙間から、はい、どう。あー、よく食べますよね。いいですよね、可愛いですよね。あと 3匹いるんで、6匹いた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 。一番下で休んでるわ、芝生で、芝生で休んでるわ。ちょっとあげましょうか、あいつにもね。かわいいもんね、あいつも。はい、よし、食べたね。ちょっと木で見えなくなっちゃったけど、食べてますね。はい、ってことでね、今日はあのハイイロアマガエルの注意点ですね。複数飼った場合に水入れの中気をつけてください。毒溜まっちゃうんでね。はい、水替えとか掃除するときね、その辺にこぼしたりしないようにしっかり流してください。はい、はい、じゃあ今日はちょっと短いですけれどもね、終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ハバユイチ、ハバキッツカット。気に入ってんのかよ。